か、これちゃうやつやったなんかフラッシュで遊んだやつやった、これを拡大してもボケないじゃないですか。ここには何百万画素っていうモニターなんやけど、写真自体は千何万画素で撮ってるから拡大していってもボケないっていうことね。っていうために写真はもう高画質に、まあ、俺から言わすと無駄になってる無駄に高画質になってる。もうだって写真撮ったらさ、今さこんなんさ、坂井さんのやつなんか画質えげつないやんか、これソニー、さすがソニーやね、ビデオとかデジカメも作ってるからえげつない画素なんやけど、これ写真1枚撮ったら何メガいく容量、4メガとか5メガちゃうかこれで。実際見るのは100万画素200万画素ぐらいの画面で見てるわけよ、拡大せえへん限りは。だからいらんちゃいらんそんなすごい大きい引き伸ばした写真撮りたいわけじゃなければ 6.65メガ、ストレージの話戻りますけどねメガとギガもよく分からへんと思うんですけど、1000メガが1ギガなんですよ。で 6.6 メガやろ、はい、100枚撮ったら何メガ、600メガ、200枚撮ったらもう1ギガ超えるんでしょ。なんだあのカメラロールとか写真フォルダに何枚写真があるかって考えたら、ストレージもこんなんじゃちょっともう心もとなくなってくる。ビデオなんかもっとすごいから、1分撮ったらなんかどんぐらいいくやろうな、この画質で撮ったら1ギガぐらいいっちゃおう、そんなにいっちゃわないっていう、分からへんもんな。まあまあいいけど、そのだから拡大できるように無駄にちょっと高画質やったりします。38秒撮って85メガ、はい、あっていうことは1分撮ってもまあ160か、85やから15分くらい撮ったら1ギガか。あ、意外に画質の割には撮れるね、撮れるねって15分そうやもんな。なんで、あ、だからちなみにこれ YouTube の素材動画とかをこの携帯で撮ってますけど、1ヶ月で何本撮ったやろ、何本か撮ってもう100ギガぐらい使ってますこれ、ストレージ動画だけでなので、まあ動画をむっちゃ撮ろうとかなんとかっていう人やったら、まあストレージはやっぱ大きい方がいいし、カメラもまあこんな高画質ないらんねんけどなって思うんですけど。で、横に単眼とか複眼とか書いてあるのは、そうやね、失敗したね、 10S で撮っちゃったからあれなんですけど、ここの中は全部単眼なんですけど、1個だけ望遠レンズがついてるんです、 10S とか。今最近の携帯は Android とかでも3つやったり4つやったり、 iPhone も11やったら3つ、11 Pro か、11 Pro やったら3つついてるやんか。あれはこう、あのカメラはまた今度しましょうか話、あのレンズが普通のレンズのことを広角っていうんで、昔カメラやってた人からしたらはって思うと思うんですけど、最初の通常レンズが広角なんですよ携帯って。レンズに広角レンズをつけてカメラの人とか撮るやんか、じゃなくて最初から広角レンズにはなってるんよ。そもそもレンズがちっちゃいから広く画角を撮ろうと思ったら広角レンズをつけないとあかんかったんやけど、と望遠やね、遠くを撮るやつが1個入ってて、3つ目になると超広角がついてるの広角をさらに広角を、そうそうそう、なんかあのスカイツリーを地面から撮りたいとかいう時はそういう広角モードで、なんかモードがあるやん、カメラのモードでもこう広くとワイドみたいなとか、あんなを超広角レンズ使ったりしてるけど、まあ普通の広角レンズは全部ついてますよということで、まあメリットとしては遠くをきれいに撮れたりするレンズが望遠がついてたり、そのさっき言ったスカイツリーみたいにすごい広い角度を撮りたい時に超広角やったりするんやけど、あともう一個メリットとしてはポートレートが撮れるっていうこと。ポートレートの仕組みは今度カメラの説明の時に言いますけど、複眼レンズの方が撮りやすいと、望遠と広角レンズを使ってポートレートを合成して作ってるんですけど、ただカメラのレンズだけじゃなくてコンピューターで画像を作ってるので、実はこの Google のピクセルと、これは7やな、7はプラ7プラスやったかな、7プラスでないとないけど、この SE 実はレンズ1個しかないんですけど、一応コンピューター上処理できるポートレートモードあります。ポートレートモードあります。ポートレートってなんかさすがにわかります、写真屋さん、ポートレートってなんかあります簡単に言うと被写体を際立たせて撮るってことなんで、背景がボケてる写真っていう、なんか最近よくインスタとかそういう若い子とかが撮るのとか、そうそうポートレートみたいなの撮るじゃないですか。それをレンズ1個しかないけど、まあまあでも一眼レフカメラとかも基本レンズ1個で、まあ絞りとかで合わせて撮るよね、被写体合わせて、なんでまあ撮れますということで、これとこれは単眼レンズですけど
この XS みたいにポートレートモードが撮れますよっていう感じやな。だからそういうちょっとおしゃれな写真撮りたい人も SE がおすすめですよっていうことです。その写真の撮って撮り比べみたいなのは今度します、次しますっていうことね。でインカメラ、あのセルフモードの方のこっちについてるカメラですね。これの画素もこれだからあの同じ質問、テイクワンの時と同じ質問しますけど、フィルム映るんですとか、はい、を、はい、あの例えばスマートフォンに転送してくださいっていうサービスとかやってるよね。ありますね。ありますね。とか CD にデジタルデータとして残してくださいとかいうのもサービスでやってますよね。ありますとか、これまさに A4 の紙なんですけど、こんぐらいの大きさの写真に引き伸ばしてくださいとか言われる時に、はい、必要な画素数ってどんぐらいか知ってますか？これ仕事でやってるか分かるでしょ。これやったらっていうかいやこの A4 とか、まあ、写真でいうとむつ切りサイズぐらいのやつとかでボケない ぼやっとしないように撮りたい画素数とか、あとだからそういうのも考えてフィルムのやつをデジタル化データしてあげるときに必要な画素数っていうのはおよそ600万画素ぐらいあれば十分です。なのでインカメラって基本自撮りするんやろこれ。そうです、ね、そうやろ。もうこの手伸ばした距離ぐらいが精一杯やろ。その距離の被写体の自分の顔をこんな高画質で撮ってどうすんやろうとは思うねんか俺。シミとかシワとか全部出る高画質すぎのインカメラも。でもまあ確かに昔の iPhone の SE は120万画素やから、まあそれから比べるとまあすごい性能上がってるんやけど、まあなんかなったけどまあこんなんどんな写真が撮りたんやろうと思うぐらい高画質な写真が外も中もついてますよっていうことで、でまあ例えばソニーはやっぱりすごいからカメラの画質がいいじゃないかっていう人もいるかもしれないけど、この1200万700万もあれば十分十分で、あのまあまずいな、カメラの説明をまた今度するから、画素だけじゃないね、写真が綺麗に写るかどうかっていうのだ。できれば最新のやつの方が写真は綺麗には基本的に映ると思っておいて、そのチップがあんねんか、はい、光を取り込む、はい、それがまたあの別に仕事するから、それをどういうだけの細かさで表現するかっていうのが画素やから、うん、チップは新しければ新しいほどやっぱり大型化で軽量化していってるから、うん、昔の携帯よりはこっちの携帯の新しい携帯の方が基本的にはあの画質はいいものが撮りやすいです、はい。まあ、画素ってようなんか出てくるけど、チップの大きさはほんでな、携帯のなカタログとかにな出てこうへんね。なんでかっていうと携帯ってちっちゃいやんか、デジカメとかよりはるかにちっちゃくて薄いやんか、うん、どんだけチップ、その光を取り込むチップが大型化してきたとか軽量化してきたって言ったってデジカメには勝てへんね、うん、だから携帯の写真はカメラの上手い人がカメラで撮ったやつには絶対勝てへんね、そのチップが光取り込む量が違うので、ね、だからあんまりわーわー言えへんから、あんまりチップは載せないどんなん積んでますっていうのは載せないけど、画素はなんぼでも上げれるからこうやって高画質だよって言って言われるけど、こんな数字は別に俺から言わすと、この昔の SE の120万画素以外は全部高スペックすぎてこんな細かく撮ってどうすんねんって写真屋から言うと思う数字ですから、全然これで十分です、十分いい携帯です、いいカメラですっていうことね。で本体サイズがすごい、さっき言ったやつね、重さか、重さもまあこの辺エクスペリアはその当時のアンドロイドの最高峰の携帯だと思うし、 XS も2018年当時では iPhone の最高級の携帯でしたと、やっぱ重たい、はい、重たい重たいんですけど、この廉価版のピクセルとかこういろんなものを軽量化、あの安いの、安いのって言ったらあれ語弊があるけど、ちょっとまあちっちゃい軽いのを積んでることによってやっぱり大きさの割にすごい軽いんですけど、それとそれよりも軽いもんな、1、いやちょっと重いか、ちょっと重いか、ただまあでもむちゃくちゃ軽いよねこれね、軽いですね。やっぱこれが酒井さんの重たい高性能の携帯でしょ、ちょっとふわっとくるもんねこっちがなんでその片手で扱いやすいプラス片手で持ってても重くないっていう重さっていうので、やっぱこの辺のなんか昔ながらって言ったらあれやな、こういう形の iPhone がずっと残ってて、これがまた新しく出たっていうのも納得やし、特に女性の方はまあ軽い方が腕も疲れないと思うのでおすすめですよっていうことです。
でさっきそのチップの話とかの時に、まあ、性能がどんだけえげつないかっていうのを言いますって言いましたけど、これアンチュチュっていうのかアンツツっていうのかあんま知らないけど、そういうあの携帯の性能を測るアプリがあって、こんなんはあのそのガジェットその携帯とかパソコンとかを紹介してはる YouTuber さんとかの方がよっぽどその場でテストやったりしてはるんで大体の目安やと思ってもらったらいいんですけど、これのスコア総合点が高いほど、まあコンピューターとして、まあ、スマートフォンっていうのは俺いつも言うけど携帯のできるパソコンやって言ってるやんか、電話のできるパソコンやって言ってるやんか、まあ、パソコンとしての性能が高いということね、このスコアが点数が高いほど。でその下うち GPU って書いてあるのがグラフィック処理の速度、映像処理の速度なんで、例えばこの写真とかネットのデータとかこうブラウジングとかこうやってやった時とか、そう切り替えとかこう、この写真今読み込んでへんけど、この読み込みの速さとかが、GPU のスコアになりますよっていうことね。って考えるともう日進月歩の世界で携帯スマートフォンというのは進化してまして、スコアを見てもらったら、まあ、えげつない数字が出てるんです。これさ iPhone の XS ってその当時で十何万したやつの 1.5 倍を4万円で売ってるという桁が違うで、まあ、あの iPhone は基本的に Apple なんでその映像処理速度とかも優れてるんですけど、ほら Android と比べたらちょっとまあすごい差があるじゃないですか。だからゲームとかやるのとか、そのネットの先みたいにバーってインスタとかツイッターとかブラウジングする時とかに早いのも iPhone の方が早いんですけど、さらに進化してると、っていうこと。それはなんでかっていうと、やっぱこのチップが一番新しいのを作ってるっていうのと、まあコアもちょっとだけ数字は上がってるんです。処理するスピード、あの手数の速さも速くなってるっていうのがあるんで、だからRAMが3ギガしかなくてもコンピューターとしての性能、スマートフォンとしての性能はもう抜群に高いっていうこと。だから新しければ新しいほどいいんです携帯っていうのは。で、まあ総合するとカメラはちょっと、まあ今度これはね、あのね、なんで僕こんなん、じゃあ性能も中途半端というか、そのハイスペックじゃなくてミドルスペック、ハイのちょっと下ぐらいのやつを買ったんですけど、これハイスペックじゃないですか。これ1個持ってるから、まあ、仕事用の携帯はまあそんな高いの買んでもええわと思ってこれを買ったんですけど、これ性能が中ランクで5万円です、その当時。これ今言った通りこうまとめるとハイスペックです、ハイスペックです。なんかレンズが1個しかないやったら、なんか全画面じゃないやったら、いろんなちょっとちっちゃいやったら、なんかバッテリー小さいとかいろんなことあるけど、基本的にハイスペックです。ハイスペックやのに4万円台で売ってるんです。同じ64ギガ同士だったらこっちの方が5000円ぐらい安い、むしろ1年前のこの携帯より。で同じアップルでも十何万したやつももう1年2年経ったら抜いちゃったっていう状態で、ソニーのエクスペリアもまあまあまあそうやな、高性能なんやけど、その当時からもうすごい高かったやろ、これだってこれ買って10万ぐらいしたやろ、8、9万、10万ぐらいしたと思うねんけど、まあそれをも超えるぐらいの性能は持っていると。カメラとか部分でやったら、そのバッテリーの大きさとかな、部分で言ったら負けるところはあるけど、基本的には全部ハイスペックですよっていうことが4万円台で買えるっていうのはすごいおすすめで、で、あのこれを今見てくれてはる人、うちのお客さんとかが多いから、あの買い替えたい人とかいたらこれおすすめですよっていうのをいっぺん言うと取ろうと思ったんやけど、あのまあ2016年とか17年とか、まあ、最近でもこの辺とかに2018年とかに買い替えてはる人多いやんか、でまあ言っちゃないやけど、これまあ今写真なんて携帯で撮る人が多いから、携帯も一応ハイスペックなものを仕事から持つようには知っている。あなたもそれを意図して撮ったん？そういうわけではない、そういうわけではないけど、まあハイスペックなものがたまたまこう俺らが持ってるやつには並んでるやんか、ていうことはこれよりも少なくともちょっと性能は落ちるやつを、安いやつをもし買ったら持ってはるわけやんか、で例えばその2017年当時むちゃくちゃハイスペック、えげつないハイスペックやったエクスペリアでも、まあ、そうやね、チップパソコンの能力に関してはまあ悪くはないけど、やっぱデュアルデュアルでクワッドしかないけど、こっちやったら8個ぐらい動いてるわけやんか最近の、やったらやっぱちょっと処理速度もこっちの最近の携帯の方が速いし、ラムは優れてるね、読みがまた十分ですよ。ただやっぱここやな、そうですね、そうやな、ストレージもだからこれを3年ぐらい使ってんじゃん、はい、SD カード何枚差し替えたところで、
まあ、さっき言ったようにその Android のシステムは10ギガ超えてきたりしてるわけだから、まあ他ゲームちょっと入れたりなんか、その今やった動画の編集やったらな、はい、ね、いろんなアプリやら入れたりしてたらもうストレージ もうパンパンになってるんちゃうの今これ。結構やばいです。そうね、はい、やばいよね。だまあ今度ストレージとかを軽くする方法とかもまた別の動画で紹介しようと思うんですけど、やっぱ今時は廉価版の安いやつでも64ギガやから、うん、で iPhone もだったらスタートが64ギガからやから、うん、まあこれはちょっとやっぱ2、3年以上前のやつになってくるとちょっとストレージ的にちょっとしんどいなっていうのが、うん、iPhone であれ買った時はでかーと思います。そうやね、なこの時はな、だって俺買ってこれ別に16ギガでもまあ16ギガはさすがに買わへんかってんけど、64ギガを買ってんけど、まあでも16ギガとか32とか普通やったもんな、この当時、ね、2016年、17年だからそんぐらい進化がこの3、2、3年でしちゃったんで、で何年も使う、またもう一回何年も使うっていうのであれば10万のもん買うても4万のもん買うてもそんなに性能変わらへんやったらもう4万のやつでいいんじゃないのっていうのはちょっとで iPhone じゃないと嫌とか Android じゃないと嫌とかっていうのじゃなければ、まあアンドロイドで今4万円台でこの性能のものはない。4万円台はちょっと聞いたことないです。ゲームだけは iPhone の S よりすごいっていうのはあるかもしれない。カメラだけやったら iPhone の S よりすごいっていうのはあるかもしれない。バッテリーは大体のアンドロイドが買っちゃうと思うけどあのまあでも総合的に考えてこんだけ優れたスマートフォンが4万円台でこの2020年4月5月に売ってることはないから、あのさっき言ったようにこうちょっとまあ一昔前、残念やけど俺らの昔使ってた携帯も一昔前みたいな扱いになっちゃうんですけど、まあ、一昔前使ってた携帯で最近もうちょっと中身がパンパンやなとか動きが遅いなとかどうしようかなっていう人はまあ買い替えるタイミングやと思うし、この辺はまだ買い替えねえかな、この辺はまだ使えるかな、この辺でギリギリちゃうかな。やっぱこれエクスペリアでちょっとストレージが弱点やねとかってちょっと弱点が出てきだすっていうことは2017年で一番高かったもんじゃないやつを買っちゃった人っていうのはそろそろしんどくなってきてる頃じゃないかな。他のとこでもなんかいろいろやっぱりエクスペリアよりは数字を取っちゃうと思うので、うん、ちょっとまあ買い替えのタイミングかなと思うんです。で今携帯買い替えるのは多分僕の予想では最後のタイミングって言っていいと思うんですけど、あの今電話屋さんの宣伝テレビとかでも流れてるんですけど 5G ってなんか宣伝してるの知ってます、はい、あれって何やっちゅうとそのデータの転送速度なんです。今 4G なんですけど、はい、いっぺん2013年か4年ぐらいに 3G から 4G に変わって一気にバーって携帯が進化してったんですけど、次そのタイミングがまた来てるんですけど、 5G ってなんかちょっとあの体に良くない電波出てるんだってあの赤外線から紫外線まであるやんか、あの電磁波ってそれのちょっと外体に良くないとこの電波が出てるらしい。それは分からへんね、まだ実験してるらしいし分からへんし、そもそも 4G のアンテナ基地局では 5G の電波発信できへんらしいから、 5G を流行らす、あの今ぐらいどこ行っても電波つながれん今やった携帯ってぐらい電波飛ばそうと思ったら同じ数基地局をまた作らなあかんらしいねんか。だから 5G が世界的に浸透するとか日本で 5G が当たり前になるっていうのはまあもうちょっと先なんでね。本当はなんか東京オリンピック間に合わせたら勝ったらしいけど、まあもともと土台無理やったし今年やったとしたらで来年やったとしてどうかなって感じやし、まあ、俺らほらあの関西に住んでるやんか、東京で何個か試験エリアがあって 5G の携帯も売り出したって言ってるぐらいで、 5G の携帯なんか今それこそ10万当たり前に超えてるし、うん、って考えたら使えるとこも東京のちょっと一部分でしかない。そもそも 5G の端末はまだまだ高いで 4G はまだしばらく続くやろうっていうことやけど、いつ 5G になっても大丈夫なように買い替えるやったらもう今、もし今の持ってはる携帯でなんかちょっと納得いかへんとこがあるんやったら、そろそろあれかな、バッテリー弱くなってきたなとか、ストレージパンパンやなとか、もうちょっとサクサク動いてほしいなとか、カメラもうちょっといいのがあったらなとか、いろんな思いがあるんやったら安く買える高性能な携帯としてはこれ最後のタイミングでいいかなと思うので、まあ、あと
と最後にちょっとまあ初感でじゃあその初めて iPhone を触った Android しか持ってへんかったとか使ったことがなかったっていう人も中にはいらっしゃると思うんで、はい、iPhone 使いにくそうやっていてずっと毛嫌いしてた部分もあるやんか、はい、実際使ってみてどうでしたか。うん、普通に使ってる分には何が違うのこの Android と。違うな、これが例えばここ1個空いてても Android やったら Android やったらここに入らへんだけど Apple、iPhone ってなんか埋まっていくよね、どん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 なんかそうやんな、 こっちから順番に詰まっていくからここに置きたいねんっていう時とかなんか飛ばしてここ置きたい、なんか好きな場所に置ける、そうやな、それぐらいが一番なんか使い勝手的なところで違いはあるかなと思うけど、そうやな、だからそうやな、手が届きやすいとこに結局こう集めるとかにはなるけど、まあそれぐらいちゃう今って昔と違って Android と iPhone って何か決定的な差ってそんなになくて、昔は iPhone を使った人は次も iPhone でないとデータが引き継げへんとかさ、いろいろあったんやけど今そんなこともないし、で今なんかその使った所感としてはまあそんなに変わらへんかなって言うたやんか。そうです、ね、だからそんなに変わらないよねで、Android 使ってた人からこれにデータ転送も比較的簡単にできますし、もちろん iPhone 買ってた人が iPhone から iPhone はめちゃくちゃ簡単やねんけど、こうピッて電波でこう全部、うん、今は映せるんですよ、なんでそうだからまあそういうのもひっくるめて、今なんか結構携帯の相談はやっぱり写真屋さんやから写真撮らはって、なんか動画撮らはって、なんか困ってることがあるってよく相談されるじゃないですか、はい、でまあ買い替えかなと思ってはる人がもし見てくれてはる人の中にやったらちょっと長くなりましたけど、まあ今が最後、いいタイミングの最後で、そのタイミングでむちゃくちゃいい高性能のやつが安く出た。ただこれね、ちょっと注意してほしいのは、今ゴールデンウィーク明けに伸びたんですけど、キャリア版の販売、au、ドコモ、ソフトバンクの販売は、僕さっきは4万4000円って言ってますけど、一番下のやつで5万5000円ぐらいかな。やっぱちょっとキャリアのやつはちょっとあのキャリアさんがちょっとなんかかすめとって、5G の基地局立てなあかんから、あんま電話屋さんも敵に回したらあかんから、あのカバーしとくと、5G の基地局立てるためのお金としてちょっと1万円ぐらい、5000円か1万円ぐらいちょっとあの高いんですけど、まあ、アップルストア行ってもらったら、これアップルストア開くの？アップルストアってないですか？アップルストアないですか？あ、ないな。アップルストアを検索してもらったら、今カタログ出てるんで、アップストアですね。アップルストアです。あります。これちょっとアップルストアね。iPhone SE アップルストアを検索してもらったら、別に Google、Android からでも買えますけど、売ってんのは今。公式のアップルのカタログでは SE11 Pro こんだけ、もう全部他のは iPhone8 とかも全部終わったよね。あとはキャリアで売ったはるだけやね。でアップルで買うやったらこの3つなんですけど、まあ違いとしてはカメラ映しながら見るの難しいな。11とか例えばこれ、あ、購入じゃないな、さらに詳しくか、さらに詳しくとかでスペック見ると、カメラがデュアル、11がデュアル、SE が単眼、11 Pro が 3つ目で、色がまあいろいろ選べるのはまあ11とかやけど、広角度超感覚はこれな、スペックって出へんの、一番下とか
チップは多分一緒の使ってんねん、 A13 っていう。ラムが4ギガなんかな、11プロは。ちょっとだけその処理のスピードは速いかもしれないけど、この辺か。え、あ、下取り出したらか、4万円割引になりますって書いてあった。こっちの方が安いやんって言いかけた今。スペック出てこない。まあ多分おそらく A13 チップで、それよりはそのパソコンの性能というよりはカメラの違い、11は2つ目、ポートレートは綺麗に撮れると思います。プロが3つ目、望遠広角、超広角がついてますということ。だ値段は、iPhone の SE やったらこっから顔を押すと、下取りやったら29,800円からやけど、家で44,800円からでしょ。でも11が7万円ぐらいか、今安くなったって言っても、11が7万円ぐらいで、11 Pro の3つ目のやつが10万なんぼからになるんで、まあ予算と性能、 Apple がいいよっていう人の中で Apple の比較をしたとしても、まあ予算と性能のバランス、カメラが違うだけで3万ずつぐらい値段が上がっていっちゃうってこと。でもう今アップルでは公式に販売してない、よく売れてる iPhone としては XR が去年までっていうか、ついこの間まで売ってた、あ、一番よく売れてる iPhone なんやけど、液晶やし、チップは A12 かな、 10S と同じ世代やんな、 XR ってな。だから12、1個前のチップです。1個前のチップで、まあ、RAM は4ギガか、あ、3ギガかな、 XR も3ギガで、バッテリーはちょっと大きい、やっぱり SE よりはけど、液晶のままで、カメラもちょっと性能はいいかもしれないけど、単眼は単眼同士で、全画面、違いとしては SE との違いは全画面か、こういう普通のというか昔ながらの iPhone の形かの違いなだけで、 XR も6、7万回な、なんか言うとなんで、その辺で考えると、やっぱりもう形にこだわりないとか、 Android じゃないと嫌、 iPhone じゃないと嫌じゃないっていうならば、これが一番超絶コストパフォーマンスは高いので、写真屋さんとしてはこれを最後買っとくと、 5G が来るまでしばらくこれでもうずっといけるんじゃないかなと思いますので、まあ見た目もこれ綺麗って言って、色とか形は気に入ってくれててんな、ね、開けた時からな、だからおすすめじゃないかなと思いますので、もしよかったら、まあ、興味がある方は Apple Store から買うのをおすすめします。わからなければキャリアさんは5月11日ぐらいからかな、ゴールデンウィーク明け、まあ今ね、時代も時代なんでよくわかんないですけど、キャリアさんはもうちょっと後になりますけど、もし携帯困ってる人がいたら、これは写真屋的にはおすすめの1台ですよっていう紹介でした。じゃあ今日はこれで終わりにします。ありがとうございます。ありがとうございました。